3号艇で登場の渡辺英二選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。この順位も含めてね、どうですか現状仕上がり。順位の日から、乗り心地も含めて、いい感じになっていると思うんですけど、まあ、足的に言うと上位には、少し届かないかもしれないですけど、乗り物出足も中堅上位ぐらいあると思います。今日時間たっぷりあるんですけれども、上積みになって作業の方はお考えですか。とりあえずね、準優の日がいい感じになってるんで、今の状態をキープしたいと思ってます。はい、わかりました。スタートなんですけど、どうでしょうかね。追い風傾向なんですけど、昨日から、はい。一応、全速というとちょっと甘いかもしれないですけど、勘通りにいけてるとは思います。今日もそうですね。あとは全速で行く度胸の問題ですね。はい、わかりました。3号手となりました。コース含めてどんなレースになりそうですか。3コースになると思います。はい、はい、わかりました。それでは最後に、もう一言ファンの方に意気込みよろしくお願いします。はい、スタートを決めて優勝を目指して頑張ります。